さあじゃあキャバ黙ってる時間もね必要なんですけども、十分こと足りたと思うので、ダンス14頭15頭ぐらい揃いましたから、ここからは、ワンラブマーケットを楽しみたいと思います。動き出しましょう。とりあえずもう横にあるフードトラックがめちゃくちゃ気になってしょうがないんだけど、意外とランチで結構食べたのでまだお腹は空いてない。冷たいものは食べたいけど、その前にトイレも行きたいなっていう、ね、飲み物摂取すごくやってるんで。ねえことねえことはい、行くよこと。すみません。バイバイ。わかりました。そうだね、男の子にはね。ネクタイのお店。こんにちは。本当だ。マネキンかと思ったら生きてた。なんでなんで。マネキンじゃないわっつってる。マネキンじゃないわって言ってんの。マネキンじゃないわ。ね、マネキンじゃないよね。店長なの。めっちゃ悪いやん。ごめん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 。そんな言わんでいいやん。おっ、目が舐めたの。パパと同じやん。麦は？麦がダメか。麦だ。ことはもっとさ、あれじゃん、ご機嫌なやつがいいんじゃん。うん、丸いの、ことはご機嫌サングラスの方が。あーなるほど、やっぱことはご機嫌系だな。うん、絶対つけないと思う。人多くなってきたね。さあ入り口のテント群を抜けて中間あたり、キャバリア虎次郎くんとかいうの見えてますね。エイくん、キャバ発見。キャバ発見や。いや、ぜひ、うちはもう勝手に撮ってます。かわいい。これカメラです。並んだの。これ並び順通りですか？レイちゃん、トラジロー君、キング君。トラジローがでかいので、はい、真ん中がキングで、うん、レイがプードルです。そっかそっか。取った？ありがとうございます。シュッとしてんね、君たち。イケメンだね。ねえ、涼しくなってよかったね。こんにちは。ティムちゃん、ティムちゃん、ティム、涼しくなったから歩けるね、ちょっとね、よ
よかったね。元気です。ねえ。ティーメ。いいね。ね、ネームプレートの横に来て自己紹介してくれてるみたいでいいね。ねえ。いいことだな。じゃあね。かわいい子見つけた、かわいい子、かわいい子見つけた、かわいい子見つけた。お名前なんての？トルテ。6歳。ああ、ほんと、あなた笑顔かわいいね。かわいいね。毛並みもいいね。くるんくるん、かっこいい。お尻の毛かっこいい。かわいいよ。ふわふわやん。なんか変な人に絡まれてるみたいな。変な人に絡まれてる、助けて。ごめんね、可愛いからね、ついつい声かけちゃった。じゃあね。うわ、俺はキュンキュンするわな。こと、そんな時のことの顔、そんな時のことの顔も面白いわね。こと、かわいい、かわよ、かわいいな。はい、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。これ何、中間ぐらい、これ中間ぐらい。今ママが説明してます。ことが初めてドッグランでうんこしたのはここだそうです。いる、その情報。いるか、俺泣くわそれ聞いてたもん。将来知らない。知らない情報、知らなかったね。麦ね、ことがドッグランでうんこしたのはここが初めてなんだってね。どれどれ、後半戦どんなお店があるよ。番号がまたちゃんと振ってあるんですね、テントごとにね。ママこと、ママこと、今日目的のお店は何番とか調べてきたの？あ、ないの今日は。あ、エースライアンだけ見に行く。気をつけてね、下歩いてる子もいるからね。ぐい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 、ことぶきぐい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 、ことぶきぐいぐい、ことぶきママとことぶきが行く、ソガーソガー、パールハーバーシティソガー。あ、違った、ハーバーシティソガー。パールハーバーは全然違うわ、真珠湾だわ。ねえこと、かわいいこと、ちっちゃーん、こんにちは。あら、おかわいい、おかわいいね、あなた。こんにちは、お名前なんて言うんですか？チョコとジュリアです。チョコジュリア、いい、チョコちゃん、ジュリア。はい、覚えてます。チョコとジュリア。チョコとジュリア、覚えておきましょうね。携帯が熱いんだよな。気をつけて、電池爆発しないように携帯の。コト、コト、チョコジュリアと一緒に入っとこう。覚えとこうね。
ジュリアちゃん、ジュリアちゃん、ポタ、ポちゃん、チョコちゃん、あなた目がわーって横に広がって可愛いね。可愛い。ねえ。ちっちゃい顔。私の好きな顔。個人的見解。個人的見解。見解。かわいよ。挨拶してんの。かわいい挨拶してる、ほら。挨拶してるよ。あれ、おとなしいから大丈夫かと思ったら。行きまーす。フェスティバルウォークの方に近づくにつれて、このサイド、海側と建物側の両方にテントが多くなってきましたよ。で、なんだっけ、犬夜市の時に行ったエースライアンさん見つけた。エースライアンさん寄ってみよっか。今日ちゃんと登りが立ってる、登りが立ってる、エースライアンの川よ、相変わらず川よ。ねえ、こと。エスライアンさんで買ったの使ってるもんね。初めてですよね。あ、本当に。見つけてなかったんだ、過去2回は。なんか、ソガって年何回かやってるんでしょ。そう3回ぐらい、3、4回やってるね。今度、たぶん、ハロウィン、クリスマス。あ、そこでもやるんだ。大変だね、それはね。みんながそうです。うん、やるか。ねえ、キャンディーも来たね。いつものメンバー勢ぞろい。ね、女性ヒーローものだな。女の子ヒーローものだよ。セーラームーンしか知らないけど、世代的に。キャンディー、あなたはいつ見ても本当に平和でしかないね。こともキャンディーには本当に何の躊躇もないというか、緊張もないよね。あ、嬉しいの、こと笑ってたね今ね。はあ、キャンディーやーって笑ってたの。安心するのね、キャンディーはね、おとなしくてね。キャンディーかわよ、かわよ。絵画から出てきたみたいな可愛さだね。かわよ。この3人安定感あんな。ちょっと時間も落ち着いてきて、並んでるだけの時間になりましたね。え？あー、こっち来たら雨なんだって。そっか、こと、こっち向ける？こと、でもお尻も可愛いかな。ことは、こと、こと、こと、お尻かわよ。
お尻かわいいこと見返りか。まだライトつけるには早いんじゃねえの。ことは今日落ち着いた？少しよだれ垂れたな。な。でもお利口でした。ほぼお利口でした。ね、苦しいこともなかったもんね。暑かもね。暑さも大丈夫だったもんね。耐えたね。ことはこっち向いてください。はい、全員にインタビューしていきます。キャンディ。キャンディも暑さ大丈夫だった今日は。大丈夫だったか。ね。麦。一人一人インタビュー行ってるんで答えてください。麦は今日どんな日でしたか。ドッグラン結構遊んだね。ねえ。ポテプリちゃん、今日一日どうでしたか。まだこれからだけどね。ねえ。ポテプリちゃんさ、空と一緒に飛んでない。空と一緒に撮るといいんだよ。キャバリアと空は合うからね。そうなんだよ。ねえ。チェリーちゃん、一人ずつインタビューしてるんで答えてください。今日どんな日でしたか。ああそう、だいぶ涼しくなったもんね。ああ、わかるよ、顔でわかる。だいぶ余裕っすねみたいな顔だもん ね。答えてるの、ちゃんと喋ってんの。ありそうか。ああそう、そうかそうか。はい、オングループ、どうすか今日、どうすか。君たち3人も空が似合うね。1人隠れてっけどね。ね、おとなしいね、おとなしいね。うん、そうかそうか。見てるの、注目して見てるの、ママを見てるの。はい、ココちゃん、今日初めましてだったけどここまでどうですか。一気にお友達できて困ったね。ちゅね、困るね。うん、不安だわ不安だわって。多いんだわ、なんか変な人来たもんね、変な人来たもんね、助けてって思うね。はい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 、ごめんなさいごめんなさい。はい、ルーカスも、ああ、そう、ああ、いいねいいね、ああ、いいね、近いね、近い近いわ。こういう絵も欲しかったからいいわ。あれ、めっちゃ下から出てるよ、めっちゃ下出てたよ。リアちゃんっていうの、リアちゃん、めっちゃ下が出てたよ。暑い暑いか。もちゃチョコジュリア、あ、チョコジュリア、さっき一緒に撮ったやん。もちゃもいるの。暑いね。でもうすぐ涼しくなる、時間的にな。リン、独特の空気を持ってるね。全然気にせず横見てるもんね。芸術家みたいな顔してる。よーし、たっぷり溜まったね。たっぷり溜まった。さっき15頭ぐらい溜まったけど、その次ぐらい溜まったな、ね、あ、今気づいた、撮ってんのお前みたいな、気づいた、撮ってるんすよ、ねえ。よし、これから暗くなるよ。